イエール大学経営大学院は、アメリカ合衆国コネチカット州、ニューヘイブンにある、イエール大学のビジネススクールである。1976年、民間ビジネスの指導者育成に重きを置いた他のビジネススクールでは見られなかった、官、民共に通用する指導者を養成するという構想を掲げて指導したことから、公共、非営利の分野で圧倒的な強みを持っている。また、 GPA と GMAT の特典を基準にした学生の学力はグローバルでトップ3である。現在でも3割の在校生が非営利、公共セクター出身であり、卒業生が民間に就職後一定の実績を上げて、公共の分野に転職し、社会貢献を目指すのが、同行の特徴である一方で、公共、非営利分野に代表されるような給与水準が低い。 業界にも多く、人材を排出していることから、卒業生の初任給が他校よりも1割以上、安く、この初任給が重要な評価対象となる、MBA ランキングでは10位程度に止まることが多い。旧本館ファウンダーズ・ホールシュタイン・バッハ・ホールド、大学院は1971年のフレデリック、バイネキからの寄付金に由来し、前身となる組織。 マネジメントの専門大学院を母体としている。1976年には公共機関、非営利団体のマネジメントに重きを置いたパブリックプライベートマネジメント、MPPM という学位の授与を開始するなど、歴史的に非営利組織や公共機関の研究で知られていたが、次第に他ビジネス分野へも研究対象が拡大し、1994年に同大学院名を 現在のイェール大学経営大学院へと変更することとなった。1998年まで学位の名称は MBA ではなくマスター・オブ・パブリック・プライベート・マネージメントであり、民間では経営コンサルティング課、投資銀行、それ以外では公共機関、または非営利機関が主要な対象となっていたが、 1999年には MPPM を廃止し MBA の学位授与を開始した。現在のプログラムは2000年代半ばに導入した学生4から8人の小規模の学習グループをベースとしたの統合カリキュラムを中心に据えたものとなっている。近年ではビジネススクールがアクセスしていない業界、国、地域にも 人材を排出するという趣旨の元カリキュラムの国際化に注力することで他校との差別化を図っている。ロンドンスクール・オブ・エコノミクス、シンガポール国立大学ビジネススクール、聖火大学、ヘック経営大学院、イエセ、IE ビジネススクールといった、米国外の名門校との交換留学制度、留学生、外国人教員の受け入れ、海外事例を扱った、 授業の導入に加え、海外提携校とのケーススタディ開発、リアルタイムのオンライン共同授業、海外共同実地プロジェクトも導入している。また、様々な業界に人材を排出することをミッションにしていることから、学生の多様性確保にも力を入れている。カリキュラムでは、経営学修士の授業を、エグゼクティブ MBA、上級マネジメント修士、 その他専門内学院の学生も履修することになっており、クラスの議論を活性化させる制度となっている。同カリキュラムは、科目別に独立して学ぶといった従来型の授業方式から脱却し、より多面的な視点を養うため2006年に導入されたものであり、オリエンテーションツーマネージメントと呼ばれる基礎クラスと分野横断的な内容を盛り込んだ。 オーガナイゼーショナルパースペクティブズと呼ばれるクラスから構成されている。オリエンテーションツーマネージメントは学生の多面的な視点を最初に養うための統合カリキュラムの導入部分となっており、入学直後の秋学期にマネジメントにおけるコアな概念やビジネススキルを組織運営、会計、確率論、統計学、経済学、意思決定のモデリングといったクラスで学ぶ内容と、 なっている。オーガナイゼーショナルパースペクティブズは統合カリキュラムのコアとなる分野横断的なコースで従業員、競合他社、顧客、投資家、国家、社会といった現実社会における多様なステークホルダーの視点を養っていくものである。具体的にはカリキュラムの導入部分で身につけた様々な視点を応用する集大成として学生は国家間や グローバルビジネスにおける課題や、それまで学習した内容について、ケーススタディを通じて、学びを深めていき、イエール大学経営大学院が独自に開発した、ローケースや、海外コーの提携を通じて、民間のビジネス、政府、非営利組織が直面する、現実世界の課題について、知見を深め、意思決定の訓練を行う内容となっている。実地訓練については、 教官の指導のもと、企業や観光庁のビジネスやプロジェクトにおけるリアルな問題解決をコンサルティングという形で行う機会が数多く設けられている。1年目の2学期以降、各学生の関心に応じて自由に選択し履修することが可能なコースで、経営大学院以外の大学院や学部レベルで開校されている1000以上の科目が卒業単位の対象となっている。 同ビジネススクールでは、元アメリカ合衆国財務長官のティモシー・フランツ・ガイトナーや、著名、ヘッジファンドマネージャーのジェームズ・チェイノス、フィッシャー・ブラック賞受賞者のトビー・モスコビッツらが、教弁を取っており、ビジネススクール以外でも、元アメリカ合衆国国務長官のジョン・ケリーが、教弁を取るなど、著名な学者に加え、第一線で活躍する、実務家による、履修科目が、 数多く用意されているのが特徴である。また、学生の希望に応じて、教授、指導教官の元特定の題材について研究することも可能になっている。MBA の学生は、海外定型校への交換留学、5日から10日間ほどの海外スタディートリップ、海外定型校とのオンラインによる共同授業、プロジェクト、米国外の社会起業家や、 海外志向の非営利、公共、民間機関へのプロボーのコンサルティング等を履修することが卒業要件となっている。各生徒のリーダーシップやコーチングのスキルを開発する目的で導入されており、入学直後から卒業するまでの必修科目となっている。授業、グループ、個人面談、コーチング等で構成されており、1年目はリーダーシップ基礎。 上級リーダーシップのコース、2年目は、コーチの指導の下実習を行う。優秀と判断された一部の学生には、入学時の条件として返済不要の奨学金が与えられる。また、所得水準が一定水準以下で、政府や非営利組織で働いている学生は、希望すれば、ローの全額、または一部返還を受けられる。 学部生を対象としたシルバースカラーズプログラムでは、小学生は大学卒業後ストレートで経営大学院に入学し、1年間の統合コアカリキュラムと1年間の社会での就業を経験する内容となっている。小学生はインターンシップ終了後、校舎に戻り MBA の残りの科目を終了することになるが、状況によっては、 インターンシップの1年延長が認められるなど、柔軟な制度となっている。出願要件は、4年生大学の学位、オンラインの出願書類、エッセイ、G マット、または GRE のスコア、大学成績証明書、推薦状2通、ビデオ面接で一時審査を通過すると、ニューヘイブンの校舎あるいは各国主要都市のホテルか、オンラインの面接に招待される。 2016から2017年の出願者数は4098人、合格率は17%であった。卒業生の就職先は約半数がコンサルティング、金融業界14、14%程度がテクノロジー業界で、その他は小売り、ヘルスケア、製薬、非営利、製造業、消費財、メディア、エンタメ、エネルギー、不動産、 観光庁といった幅広い業種に及んでいる。中でも戦略コンサル上位3社への就職が50名程度と大きなシェアを占めている。卒業直後の基本給とその他報酬の中央値合計は157,900ベードルであり、最も高級である投資銀行業界では182,500ベードル、最も低い非営利業界では67,500ベドルであった。なお、 その他賞与は入社後確実に支給される最低保証額であり、米系企業において大きな割合を占める業績、パフォーマンス連動型の賞与は反映されていない。例えば、業績と人事評価が加味された総額は、米系投資銀行では8から10ヶ月分の基本給がさらに上乗せされた25万米ドール強。 米系コンサルでは20万ベイドル強になるが、業績と人事評価次第では、アップサイドなしの最低保証額になり得る。2017年2月現在、イエール大学の基金272億ベイドルは、CIO、デビット数円戦を中心とした30人のチームで運用されており、経営大学院の基金は743100万ベイドルである。同大学院は、 独立採算を維持しており、寄付金や基金の利息収入で43%の運営費を賄っている。1980年代に CIO、デビット・スウェンセント・リーン・タカハシを中心として、確立されたイエールモデルと呼ばれる運用方針は、非効率な市場に分散投資をするというもので、イエール大学はベンチャーキャピタルを通して、早い時期から Google、Amazon.com、 Facebook, ンセント、共同症状 LinkedIn, e ビ i n b e e Yahoo, Del, Oracle, アムジェントを後にメガベンチャーへと成長する新興企業に投資していた。過去30年間の運用成績は大学基金の平均を4.3%上回る12.5%で、これによってもたらされた超過リターンの総額は280億米ドルにも及び 長きにわたり、大学の予算に多大な貢献をしてきた。2016年6月末時点のポートフォリオの内訳は、絶対収益型22、22%、ベンチャーキャピタル16、16%、プライベートエクイティファンド15、15%、海外株15、15%、不動産13、13%、天然資源8、8%、再建5、5%、国内株、 4%、現金2、2%となっている。イエール大学のビジネススクールでは、運用チームのナンバー2である、ディーン・タカハシが、大学基金の運用をテーマとした授業で教弁をとっており、CIO、デビット・数円戦や、資産運用業界におけるその他著名人を講師に招いている。2005年、大学の基金が、 デビット数円線の教え子であったレイジャンに2000万米ドルを出資し、彼の独立を支援したのはよく知られた逸話で、その後レイジャンの運営するヒルハウスキャピタルグループは350億米ドルを運用するアジア最大級のヘッジファンドへと成長した。進行者エドワード・ピエバンス・ホールは、プリツカー賞受賞者である著名建築家、ノーマン・フォスターの事務所とグルーゼン・サムトンによってデザインされ、 旧校舎の一区画隣に建てられた。総工費24300万ベドルを費やし、建築された同校舎は、レトロフューチャーな精神を体現した近代的な建物で、中庭を教室、職員室、学術センター、ミーティングスペースが囲う構造になっており、2014年1月から新校舎として利用されている。校舎最大のは、同校の卒業生で、 アジア最大級のヘッジファンド創業者であるレイジャンの寄付金によって建てられたことからジャンオーディトリアムと呼ばれている。マムはザ・マスター・オブ・アドバンスト・マネージメントプログラムの略称で低型校を卒業した MBA 取得者を対象とした1年生のプログラムである。2012年にカリキュラムをグローバル化するため、 21の海外校と国際経済におけるデータ収集や研究、教材の共同開発、教授人、学生、卒業生の交流を促進するグローバルネットワークフォーアドバンスとマネージメントを組織した流れで海外校とのネットワークを活かしリーダーシップやマネジメントに焦点を当てた1年プログラムを導入することとなった。マムは校を卒業した後、 イエール大学経営大学院に入学し、イエール大学全体の線を超える科目から授業を選択することでカリキュラムをカスタマイズすることができる。同プログラムでは、マム生が MBA 生と同じ授業を受けるなど、校内の多様性向上が意識されたものとなっている。2016年卒業のクラスは34カ国20。 の提携校から選ばれた63名という構成で38%は女性であった。MMS インシステミックリスクはマスターオブマネジメントスタディーズインシステ e s in s y s の略称で2017年にイル経営大学院に設置された1年生の少人数プログラムである。すでに経済学、統計学、ファイナンス等の学位を持つ中央銀行、 金融規制当局の職員を対象としている。一般的なマネジメントについて、幅広く学ぶ MBA やマムとは異なり、金融政策、金融規制、マクロプルーデンス政策、金融危機対応など、金融システムの安定に関連する内容のみに特化したカリキュラムとなっている。2013年に、イエール経営大学院は、 金融安定性プログラムというイニシアティブを立ち上げ、金融危機器の研究や中央銀行職員などの金融当局者との連携に力を入れており、本収支課程はその一環として設立された。2019年卒業のクラスは8カ国出身の10名という構成で40%は女性であった。同大学院はイエールロースクール医学大学院。 総合学術大学院、林学、環境学大学院、建築大学院、演劇大学院、進学大学院、公衆衛生大学院、ジャクソンインスティチュートといったイエール大学のその他の専門大学院とのジョイントデグリーを提供している。学術的なキャリアを志向する学生向けの4から5年のプログラムで会計、ファイナンス、マーケティング、オペレーション、組織、 マネジメントのコースが用意されている。現在は、総勢51名の PhD 候補生が在籍している。エンバープログラムは、統合コア科目、リーダーシップデベロップメント、マネジメントに加え、ヘルスケア、アセットマネジメント、サステイナビリティといった専門分野のコースから構成されている。2015年、2016年には63名が、 在籍し41%が女性であった。入学後、学生は、イエリーズや、東インド会社総督、エライヒューイエールにちなんだ、エリス、または、大学院名称から、サマーズと呼ばれる。経営大学院の学生は、スポーツ、文化系のクラブや、就職活動の準備や、ネットワーキングを目的とした、プロフェッショナルクラブを組織しており、合計で40以上にも上る。 プロフェッショナルクラブでは、ファイナンス、プライベートエクイティ、テクノロジー、マーケティング、コンサルティングに関するものが主で、米国内外の非営利組織のプロボノのコンサルティングを行うクラブも活発に活動している。スポーツ系では、サッカー、フリスビー、スキー、スカッシュなどがあり、冬には男女混成チームによるホッケートーナメントに参加している。10月に行われる 経営大学院主催のサッカートーナメントには多くの米国トップビジネススクールが参加することで知られており11月のザ・ゲームと呼ばれるハーバード大学とイエール大学のアメリカンフットボールの試合には多くの学生が観戦に訪れる大学によって運営されているグリフォンズ・パブは多くの大学院生が訪れることで知られるシュタインバッハ・ホールタワー・イエール大学 卒業生、出身者を参照。ありがとうございます。